こんにちは。今日はですね、この前ホジュンという隣の国のお医者さんが漢方をね、要するに漢方というのは一つだけの薬でも役に立てようというので、一つ生姜の例を かなり詳しく説明しました。で、一応宿題っていうので他にもいろいろしてたんで、今回ヨモギについてね、そこもちょこっと述べたんですが、もうちょっと詳しく展開して、特に産婦人科領域でこれを、そういう生理学の先生もひっくるめて、役に立てていただけたらということで、簡単ですが、皮膚科疾患やとか他にもいっぱいヨモギの使い方はあるんですが、とにかくちょっと産婦人科領域にちょっと絞って紹介してみようと思います。で、まず症例の方からいきます。ですね、この症例はね、30代の女性なんですが、過去のことは言いません。ちょっとそういうのは経歴まで行くとなかなか長くなるんで、とにかくね、電話がかかってきました。昨夜ね、もういわゆる出血してると。で、今朝はまだちょっと出血してると。で、救急で婦人科に行った。だけど様子見とけだけ。で、エコーを見てくれて心拍は今のところ止まってないという電話で、どうしたらいいやろうということで電話がかかってきました。僕のところはですね、流産の防止で心拍がもう心音が聞こえるようになるんだよな、でもあかんって漢方薬飲めって、今までも何人かそういうので助けてきた流産防止っていうのはずっと経験はあるんですが、この人の例を少し紹介してみようと思います。で、この人はですね、住んであるのが大阪なのでね、電話でかかってきて、さあ困った、どうしよう、よしっていうのでいろいろ考えて、まずね、この概要、ヨモギ、これ手に入るか。これはね、畑行って取ってくるのは今頃不可能です。これ電話かかってきた1月寒い寒い最中、その頃では、あるのはあるけどね、そんな無理で。ただね、日本ではね、ヨモギ餅がね、大抵のところで売ってるんです、年がら年中。ほんでスーパーでもどこでもいいから、ヨモギ餅手に入れてそれをかじれと。で、しかもヨモギをね、そのヨモギ餅は炭になるぐらい黒くせえと、ということを指示しました。ヨモギで、黒いのはね、黒を見れば血は止まるという、要するにこの人は流産でも一番の、そのまず先駆けの症状はその出血ですので、黒を見れば血が止まる。だから大抵ヨモギでも、僕のとこは時間があるときはヨモギを炭にして、アルミホイルで炭にして、それを煎じて飲むというようなことを紹介しますが、急の場合ですので、よもぎ餅、それを焼くのをちょっと黒く炭にしなさいと。で、あとは途中茶の途中茶手に入らんかとか、またはカシューナッツというようなことで、単品でどれでもいいから、とにかく手に入るものを手に入れてと言ったら、たまたまびっくりしてお父さんとお母さんがそこに行ってあったので、よもぎ餅買うてきてくれはって、それを食べたっていうことで、実は、これ1月の23日に電話かかってきてましたが、1月30日僕のとこ、診察に来られた時に、出血が落ち着いてきました、ヨモギも今も食べてます、カシューも食べてます、途中茶も飲んでますというようなことを言わはったんですが、この、メインはヨモギです。で、その、症例はそういう例なんですが、この人はですね、実は、妊娠が分かってちょっとつわりがし始めたというのでね、だいたい安泰補体育体というこういう形で、泰山盤石散加減という、流産を防止しながら、胎児が安全でずっと流産しないで保ってて、育っていくようにという基本処方があります。で、これはね、出してたんです。それ、この人の個人状況もあるので、この、妊娠脈術、滋養、陶器、鍼灸、脈尺薬、奥義、砂仁、黄金、肝臓、うるち米ですね、お米、ゾクタン。こんだけが、泰山、盤石散といって、大体、安泰、補体、育体の基本処方です。で、それに、例えば、もうちょっと流産しそうにないようなのには、例えば途中も入れましょう、途中茶ですね、または出血のためには外用も入れましょうということで、少しは入れてたんです。だけどこれではね、ちょっと足らない、さてというので、一番はまず
途中茶も飲みなさい、よもぎもですが、すぐには手に入らない、よもぎ餅がまず一番で、よもぎ餅を食べて、この人は少なくともそれで今のところもう5ヶ月ぐらい今になっておられますが、全く安泰期に入って、本人も喜んでおられます。こういう形でよもぎでもね、単品で使うというようなことがあるんです。で、これをね、なぜ僕が今回取り上げたかと言いますとですね、実は2番目に移りますが、神戸中医研がですね、肝薬の臨床応用というこういう本を、今から数十年前に翻訳してね、中国の中泉医学院、ここの処方、解説、これを神戸中医研が翻訳してくれてるんです。で、これに中にですね、実はこの概要という、これは後で資料として出します。で、概要というのがよもぎのことです。で、このよもぎはですね、いろいろ説明があるんですが、簡単にとにかくここにね、臨床応用、婦人科領域の止血や流産の防止に常用するという、もう一番にこういうふうに書いてあります。要するによもぎっていうものをね、木さで使ったり、皮膚科のかゆみとのに使ったり、他にも体を温めて断球といって不妊症でもね、子宮を温めるとか、いろんな使い方あるんですが、とにかく流産防止の常用薬であるとまで書いてあるのでね、もうすぐ頭にパッときて、まずはよもぎというふうにしたわけです。で、これはですね、やっぱり、婦人科領域でね、流産ということはやはり非常にリスクの多い、命が、子供の方が一人失われるかどうかという大変な状態ですから、これを助けるという上でね、産婦人科領域で、少しでも役に立てていただきたいというふうに思って、この神戸中医研のこういう、中国の処方、もうずっとこれは経学前書からですから、何千年の間こういうことは常に中国では流産しそうだったらこういう大山万弱酸加減で、特に出血で、これ流産の前兆だというような時にはこのよもぎを使っておられます。で、あとこれをね、よもぎっていうのはよく皆さんご存知なんですが、何千年の歴史で世界中に広がってるんで、それの中でね、非常に面白い例を一つだけで、ね、チベットのね、渋い天の短歌、要するに絵にした部分で紹介しようと思います。これが中国の渋い天の、前も漢字で出した上海、上海の中医薬大学の、薬の本も出しましたが、これは絵になってるんです。チベットでは短歌といって、全ての医学を目に見える形の絵にしております。で、これの中でね、今日は薬王城というものをちょっと知ってもらおうと思うんです。これが薬王城です。薬のお城、真ん中におられるのが実は薬師如来。薬師如来のそばにいろんなお医者さんやらがいろんな病気を治そうといって、いろんなカンファランスやらしてはるんです。で、それで東西南北に実はいろんな植物が、動物もいますが、こう分布されて、実は北は寒いから、じゃあ寒い時にはどういう薬を飲もう、南はあったかいからあったかい薬はどう飲もうというふうに、実はこれは分類されております。要するに庭園でありながら、植物園でありながら、薬効別に全部分類されてるんです。で、これをもう一つ詳しく展開します。で、それはびっくりするのは、内科の書物、インドのチャラカサンヒーターとか外科のスシュルタサンヒーターでも大体600種類以上ぐらいの薬物を記載しておりますが、それもこのように、この短歌にも全部絵にしております。さっきの28、短歌セクスティ、これは81個の、短歌からなってるんですが、この28番目の、短歌28の実はこれですね、
これはおそらく黒いヨモギ、これは白いヨモギ、これもなんとかヨモギ、なんとかヨモギ、なんとかヨモギ、ここに5種類ぐらいの実はヨモギの絵が描いてあるんです。で、一つ一つはどういう時に採取してどうやってだど何に使いなさいと言って、チベットの医学では全部これを皆一つずつ口で教えていきます。で、これをもうちょっと詳しく、展開したのが、あ、ちょうどこのページ。一つ一つの絵をこのようにして、アルテミシアっていうのは、まあ、ラテン語の方のヨモギの仲間です。このアルテミシアの種類は実は膨大な量が世界中であります。ですが、まあ、一番近いのはこれが、まあ、絵も見ても日本のヨモギに近い絵です。で、ここにも、まあ、白い花が咲く、ヨモギ、赤い、黄色いのが咲くとか、まあ、いろんなヨモギの種類が載ってるんですが、それぞれが、まあ、若干作用も違います。ですが、このようにヨモギだけでも何千年という歴史の中できちっと人類はそれを整理して使う道を考えてきております。で、まあ、それでね、この前もヨモギじゃなくて生姜についても少し生姜のね資料を僕のところで短いパンフレットにしました。で、今回もねヨモギもそういうパンフレットにしようかなと思ってこんだけ資料を集めてますが、今整理しておりません。で、日本の特に産婦人科の先生はですね、まあ、できたらそういうものを今日出したこのせめて肝薬の臨床応用、まあこれ渋い点はちょっと手に入れる難しい、とか泰山万寂散という、まあ、この名前とこれの処方ぐらいは覚えていただいて、それらの原点古典、まあ、その他勉強にね使ってもらう一助となれば幸いです、ということで今日は終わりにさせてもらおうと思います。ありがとうございます。